タイのお祓いをしてきた方がいいと思います。いや、お祓いがお祓いしたはずなのにちょっとなんかお姉のやつついてきたかな。バチバチやん。怖い話なんですけど。何、皆さんこんにちは、リオナルです。本日、1月18日の夜なんですけど、先ほどですね、一本の動画を公開したんですよ。こちらなんですけど、こちらのね、動画を公開したんですけど、この動画の冒頭で、僕が最近喉をね、ちょっと壊しちゃって、それで1週間休んでたみたいな。で、最近なんかちょっとなんか不調が続いてるな、みたいな話をしたんですよね。で、もしかしたら、このね、以前ね、呪物市場に行った時に、このプラクルアンというお守りを買ったんですけど、これを買った時から、ちょっと不調が続いてるんじゃないかというね、話に、さきちゃんとなりまして、で、それについて触れたんですよ。で、そしたらですね、コメントが、この動画に来ましてね、多くは語りませんが、タイのお祓いをしてきた方がいいと思います。ネガティブなことを言いたくなくてコメントできずにいましたが、動画の後半からリオナリ君のお顔が黒くくすんで見えていました。霊感が強いので、あの動画を見た時からずっと心配していました。本物のプラクルアンはぜひ寺院で入手してください。他の方もおっしゃってますが、お祓いをした方がいいと思います。余計なお世話かもしれませんが、明るくて楽しいリオナリ君家族が大好きなので、いつまでも健康で幸せに過ごしてほしいです。こんなコメントでごめんなさいといったですね、コメントがね、結構来まして、いやー怖いって怖いよ。多くは語りませんがって何一番怖いんだけど、多くは語りません人言えないんだ。多く語ってくれよ。いや、怖っ。いや、こういうこと言われると俺もう気にしちゃうからさ、うわ、どっと汗かいてきた。いや、でも私も、多くは語らんけど、ついてると思う。いやいや、語ってんじゃん。多くは語るけど。いや、でも、確かに、お祓いは、行って別に損はないじゃないですか。そう。だから、ちょっと行こうかなと思いました。で、このプラクルアンも、動画でね、この呪いと俺の幸運どっちが強いか今勝負してるっていうところを言ったと思うんですけど、ちょっと悲しいですけど、こちらをちょっとそのお祓いの場所にお返しっていうか、その預かってもらうっていうか、なんていうんですか、そういうのやってもらおうかなと。別にそれのせいじゃなくてもさ、なんか嫌なことあった時にさ、それのせいやって思うのが嫌じゃない？まあそうだね、そうね、確かにあの時お祓いしとけばなみたいな思うのも嫌だし、でお祓いしたことによってポジティブに捉えられる部分も絶対あるからね。これお祓いしたから良くなったんだっていうね。それはある。お祓いした上で嫌なことあってもさ、これは僕の人生で必要な試練なんだとか、ポジティブに思える。それは絶対ある。ちょっと近日行ってこようかなと思います。近日行こう。じゃあ一緒に行こうかね、せっかくだから。一緒に行こう。ついてきて、ちょっと。怖いよ。怖いコメント。俺そういうの信じちゃうから。怖いって。多く語って。はい、そんなわけで。はい。お祓いに行ってきました。やったー。いやー、行きましたよ。すぐ行ったね。すぐ行った。怖ってなってすぐ言った。怖いもん。別になんか、さ、なんかついてますよっていうのを 100% 信じてるわけじゃないけど、ね。なんか引っかかるよね。そうそうそう。なんか引っかかるし。なんかあったらなんか、ほらほら言ってなかったからだとか、あっても嫌だし。今回、どこのお寺にお祓いに行ったかっていうと、タイお祓いでいろいろ調べたんですよ。で、視聴者の方からね、ご連絡をいただいたんですけど、タイで一番、厄払いにいいとされているお寺が、ワット・マンコーンと呼ばれるお寺だそうで、バンコクの中華街、ヤワラートっていうね、中華街があるんですけど、その近くにあるお寺だそうです。はい、こちらに行ってきました。もう厄払い専門、得意としてる寺院よね。そう。悪いものを払ってくれるお寺ということで、行ってきました。はい、で、今回はですね、そのお寺で動画を撮らずに、ちょっとレポート形式で話していきたいと思います。はい、やっぱりね、もうお祓いはしっかりやりたかったんで、ちょっとお祓いに集中しようってことで、動画はあえて撮っていってません。そうですね。なんか、
カメラ片手に神様っていうのもね。うん、そうなんやこいつ、なんやこいつってなるみたいな。ただ写真はね、いろいろ撮ったんで、なのでそれ見ながらちょっと紹介していければなと思います。はい、まずですね、こちらが入り口でございます。なんか大通りの中から小道に入って、うん、その中にありましたね。はい、何人かに聞きましたね。ね、もう聞いたらすぐにね、答えてくれました。うん、そうです、有名なね、ね、漢字で龍蓮禅寺って書いてありますね。うんうん、すごい赤くてね、派手ですぐ分かったね。うん、でこの中入っていくと入り口って書いてある入り口がありまして、で基本ですね、ほとんど案内はタイ語だったね。うん、そうだね。うん、タイ語のなんかいろいろ説明とかいっぱい書いてあったんですけど、うん、それをちょっと Google 翻訳で見ながらいろいろ厄除けしました。うん、入り口もさ、実は中国語やったのかな、うちらが読めたから。ああ、そうかも、ね、そうかまあって言ってたのか。そうかまあ。かまぼこ王国行った。そうかまあって、あわよ。変な髪型しちゃった。変な髪型。いや、お払いが、お払いしたはずなのに。ちょっとなんかお姉のやつついてきたかな。で、中はこんな感じです。はい。はい、結構広かったよね、広かった。ね、入り口入ってから、うん、奥行きもあったし、なんか中入っていくにつれて、うん、どこまで道あるんだっていうね。ねえ。すごい広いお寺でした。うん、入り口はすごいね、ちっちゃかったんで、うんうん、小さめのお寺なのかなと思ったんですけど、うん、でかかったです。こんな感じでね、赤い提灯がいっぱい吊るされてて、はい、で、結構人いましたね。うん。平日行ったのにね。そう、平日に行ったの。だいぶいた。で、この道を奥に進んでいくと、うん、なんかチケットが買えるみたいな場所がありまして、うん、でこれが、厄除けの、うん、なんかお札みたいなのもらえるんですよ。うん、それが、1人100バーツでもらえて、うん、それをここで受け取ります、100バーツ払って。タイ語でね、壁に、どうやって厄除けをするかっていう説明書きが書いてあるんですけど、うん、まずいただいた紙がこれです。うん、でこれただの1枚の紙じゃなくて、何枚かに綴られてる、なんか本みたいになってて、ペラペラペラっと、うん、で中に赤い紙が入ってるんですよ。この赤い紙に、名前だったり、生年月日だったり生まれた時間とかを書く、うんうん、でまずこれを書きます。で書くスペースがあって、ここで3人で書いたね。うん、書いた、うん、生まれた時間とかね、覚えとかなあかんかったか、ちょっと焦ったね。ねえ、何時だっけみたいな、うん、何分とまでは書かなくていいっぽいけど、うん、何時か覚えていった方がいいですね。うん、でここで俺とさきちゃんとトニーの3人分書きました。はい、トニーも自分でね、名前書いたからね。そう名前だけはね、もう自分で書けるから、うん、じゃあここにペン持って書いてって言って、うん、で赤い紙にいろいろ書いたら、はい、床にね、赤いテープで矢印が書いてあります、うん、こっちに進んでくださいって道順書いてあって、そっちの方向に進みます、うん、なんかトンネルみたいな、ね、細い道だったよね。ここずん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 と進んでいきますと、はい、そうするとこう広いまた場所に出てきて、うん、ここもね、赤いあの提灯がいっぱいぶら下がってて、すごい綺麗だったよね。すごかったね、もう真っ赤っかだったね。真っ赤っかで、厄払いの人はこっちですよって案内が出てまして、うん、でそっちの方向にどんどん進んでいくと、はい、こんな感じでね、ずんずん進んでいきます。ずん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 と進んでいくとですね、また広いところがありまして、はい、こういった道とかに進んでいって進んでいくと、こういうまた綺麗な場所に出ます。うん、ここもさらにずんずんと進んでいくと、うん、じゃあこちらにたどり着きますと、はい、ここに、お参りをするということですね。でここでのお祓い方法は、うん、この、神様の前に行き、うん、心を集中すると、はい、で神様に敬意を払ってお願いし、うん、念じる、うん、もう払ってくださいって、もう強く念じて、うん、ぐーっとで持ってきた紙を、うん、頭から下に向かってですね、12回、こうブラッシングするんですよ。こう悪いものをこう払いのけるみたいな感じで、こう、12回。自分でね、やってもらうんですよ。自分でやるんですよ。自分でこうやって、うん、で、やったら、この紙をね、入れる、なんか、僕らが行った時は、なんかお皿みたいなのがあって、うん、そこにこう置いて、うん、で、それで終了という感じでございます。はい、結構な人が、のお祓いに、厄払いに来てました、ね。うん、なんかそこにたどり着くまでにいろんな部屋があって、それぞれの神様が、うんうん、ね、あの、うん、仏像さんがたくさんいたけど、もうそこには目もくれず、みんな厄払いのとこ行って、そう、すごい人気やったね。うん、でこんな感じで、壁にですね、あの、日本と同じようにこう厄年表みたいな、うん、
のがありましたね。なんかさ、イノシシ年の人はここに置いてくださいって、なんか今年イノシシ年みたいなあったよ。でも日本では辰年やん、うん、で私イノシシ年生まれやね、うん、タイでは私厄年なんかな。そういうのなのかな、国によって違うの、住民票写してるかどうかでこの神様の近くにねショップみたいなのがあって、うん、ここでお守りとかが売ってるらしい。はい、で、厄除けのお守りはどれですかって言って僕らも買いました。はい、じゃーん、買いました。どうですか、強そうでしょ、なんか強そう、うん、明らかにこう守ってくれそうな感じがします、うん、はい、私は赤です。やっぱりねお寺でねこういうの買った方がいいね。そうね、お寺でね、お寺で買った方がいい、うん、僕は以前ねそのタイのお守りをその呪物市場と呼ばれるところで買いましたけど、はい、まあ、お寺で本当は買った方がいいよっていうことを聞きましたんで、うんうんうん、そういう呪物市場でプラクラン買う人は、まあ、コレクションとして買う人が、うん、結構多いっていうのを聞いたので。なるほどね、うん、トニーも赤がいいということでこの同じのを買って、うん、幼稚園バッグにつけてます。かなりいかつい幼稚園児にはかなりいかつめの神様ですけど、ね、うん、でもちゃんとね理解しててね、うん、なんか日本で、買ってきたお守り、日本の神社のお守りも一応つけてるんですけど、うん、こっちは日本の神様でこっちはタイの神様ですね、うんうんうん、言っててホクホクして気に入ってます、うん、結構そのタイに来てからお寺にね行く機会が多いから、うん、あのお寺には神様がいるんだよって、ね、うんうん、教えてたら全部それ覚えてね。そうね、うん、今回も神様よろしくお願いしますって言ってた、言ってたね神様って可愛い。ちょっとねまだ買ってないんですけど、うん、紐を買って僕はこれを首から下げたいと思います、うんうん、下げましょう。守ってくれそう、うん、肝心の、僕のもともと持ってたプラクルアンなんですけど、はいはい、あのお寺にねお返しできるということで、うん、ちょっとそこで手放そうかなと思ったんですけど、はい、お守りを売ってる人に聞いてみたんですよ、はい、そしたらですねここのお寺は中国系のお寺らしくて、うん、それはタイのお守りだから、うん、ちょっとここでは、預かれませんと言われてしまいました、うん、なので、まだ持ってますひえって言わないで、ひえって言わないで、早く手放して、言わないで言わない、これが悪いものなのかとか分かんないからね。いやもうバチバチやんどっちが勝つか分かんない、分かんない、仲いいかもしれない、そう、ちょっとまだ手放してないんですよこれ。でこのさ紐をねこう再利用してもいいかっていうことを聞かれたんですよさきちゃん、この紐どう思うって。でも気持ち的にはもうこれごと手放した方がいいんじゃないっていうことを言いました。紐気に入っててさ、紐は新しく買ってまたね新規一点、うん、新しい神様にしましょう。そうね、まあ、これはタイのお寺では、お返しできるということなので、うん、そのタイのお寺にね早めに行って、うん、これをちょっと手放したいと思います。はい、でもさ今回なんかこの動作がさ、うん、すごいなんかすっきりしたなっていう気持ちがありました。ふわって、そう払った感じだったね。なんかね、うん、もうそういうのは分かりませんが、我々、うん、そういうパワーというか、能力はないから、うん、よく分かんないんですけど、うん、なんか気持ちがすっきりしたっていうのと、うん、あとちょっと私、怖い話なんですけど、何このね、厄払いのお寺に行く前日にね、うん、我々、まあ、プライベートでねタイのチャオプラヤ川っていう大きな川があるんですけど、あ、はい、そこのねディナークルーズに行ってきたんですよ。そうそう、ディナークルーズ、はい、これが安かったんだよね。そう、1人5000円ぐらいでね、うん、で3歳までは無料やっていうか、うん、急いで行かなみたいな感じで申し込んで行ったんですよ、ね。で船の中でビュッフェを食べながら、うん、外を見ればワットアルンのライトアップされてる美しいお寺を眺めながらご飯食べれるっていう ね。でめちゃくちゃ人気 で、うん、でいっぱいいっぱいお客さんいてその中で楽しんだんですけど、それ自体私めっちゃ楽しくてね、また行きたいってなったんやけどね、その日の晩から朝方にかけて、うん、私ねそのチャオプラヤ川の川のことが頭から離れなくなってね、もう川のことずっと考えてたんですよ。で眠れなくて怖いな。そう、川ってさ
いろいろあるっていう、集まってくるだとかさ、ねねね、川に呼ばれてるだとかさ、いろいろあるからさ、チャオプラヤ川はそういう話も聞くようだった。そう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 、結構調べると出てくる。まあ日本の川もね、世界のあらゆる、まあ、水っていうのはさ、そういうのってあるっていうからさ、私そういう幽霊とかそこまで信じない方なんですけど、もうほんまに、あ、なんかおかしくなるぐらい川のことをとにかく考えちゃって。いや、あの日怖かったよ。だっていきなりなんか、あーっつって、なんかわーとか言って、なんかベッドにこうやってゴロンっていうことになって、うん、なんかずっとあれから川のこと考えちゃうねんって言ってそう、なんかめっちゃ怖かった。目をつぶった川がザーって流れてんのよ。超怖い。で、次の日ちょうどお寺ね、厄払い行くっていう日やったから、うん、もう早行こうと思って、うん、私も神様にちょっと川のことを考えてしまうのをなんとかしてほしいってお願いしてでそんなことを願ってた。こうそう、こうやって川、川どっか行け、川どっか行けって言って、うん、でそっからすっきり。あ、どっか行った？うん、もう川のこと考えてない。うん、怖い。そう、でもこんなん言ったらさ、なんかディナークルーズ怖いなとか思う人がいても嫌なんですよ。 だ、だからクルーズ自体めっちゃいい体験やから。めっちゃいい、めっちゃいい。そう、だから私はじゃあ次これを持ってほら行ったらいいとかあるやん。うん、俺は別に全く思わなかったからね。うん、川の私ね、一人川好きすぎてさ、トニーとリア君が中でご飯食べてる間も一人だけテラス席に座ってね、うん、ずっとなんか眺めたりとか。ずっと川見てた。めっちゃ好きやね、そのテラスで風にこう吹かれながらね、綺麗な景色見るっていうの好きやから、一人で結構長時間ぼーっとしてて、その好きをやられた。川見すぎた。川見すぎて、川のこと、川大好きになっちゃった。あとその単純に本当に川好きだったんじゃないでもちょっと不思議な体験やって、うん、今までの人生でなかったことやから、川のことずっと考えるっていうのが、うん、でもちょっと怖いやんか。まあ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 、急にね、でもハマっちゃったのかもしれないけど、川に。でもまあなんか気持ちの持ちようやから、こんなのさ、うん、そうそう。でもこれ、これでも何でもかんでも大丈夫って思うかどうか。そう、本当にそうですよ、うん、でもこれで大丈夫でしょ、まあはい、あとはこれを手放せば、いやあとは大丈夫。いや、早く行って早く行って、わかんないですけどね、はい、結局ね、コメントもそういう怖いコメントもあれば、もう気の持ちようやから気にしないのが一番ですよって思うし、もううちらはもうそっちも思うから、ああ、ほんまにね、あの気にせず楽しく生きていきたいなと思います。うん、そう、なんかあった時に、あの時お祓い言っとけばみたいな。そうそうそう、そうなるのが嫌だから。そう、やれることはやって、うん、あとはもう楽しく生きたい。そう、というわけで、お祓いに行ってきたという動画でございました。はい、タイでね、厄除け厄払いしたいと思ってる人はぜひ行ってみたらいかがでしょうか。中華街もね、近いので、うん、お寺厄除け行って、中華街で美味しい中華食べてってのもいいんじゃないでしょうか。はい、そんなわけで、この動画が良かったらぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。メンバーシップで毎週生配信もやってるので、そちらもぜひ来てください。はい、そしてタイランドエリートビザの、取得サポートもやってますんで、はい、気になる方概要欄チェックしてみてください。それではさよなら、バイバーイ。